今回は、しのぶちゃんが変わりすぎて、残念がる読者の反応集について紹介していきます。それでは早速どうぞ。時の流れって残酷だね。この状態なら作中で一番可愛いし好き。ワンピの女キャラで一番好きなデザインで辛い。正直若い頃のデザインめっちゃ好みなのが悔しい。どうして？そうはならんやろ。頭身変わりすぎだろ。何かあった現在。一応小さい頃から髪型は一貫してツインテールなんだな。暗黒進化。和の国恐ろしいわ。年というより絵柄が違う。このおつるさんだって最低50代と考えるとすごいんだぞ。磯部の母上じゃん。お玉が妖艶なくの位置になるまで我慢。お玉ちゃんも丸くなってしまうのか。でも現在のこいつの自虐ネタは好き。見た目は何かあった未来だけど、心意気は昔のままだから割と順当な未来だよね。これが何かあった未来だとしたら何事もなくおでんや赤さやたち生きてたら綺麗に見せようとしてプロポーション保ってたかもしれないのか。この時悪魔の御食ってなさそうだしアルビダの逆パターンじゃねえかな。心のばあさんでさえ若い頃はこれだからな。この人の場合左からそう立ってないであろう時期からすでに顔は現在とほぼ同じになってるのが何があった。熟女って狂気よね。ワンピースの年取った女性キャラって昔は美人だけど今はっていうのが多いよね。小田先生のこだわりなんだろうけど、心ばあさんのは嫌な思い出だったね。心って、ワンピース全巻持ってるけど初めて見た名前だな。現実を受け止めろ。美しい人魚とか興味なさそうなゾロですら涙を流すほどのショック。もはやルフィですらやだなぁとか言うからな。ブルックも人魚好きだから、心さん見たら面食らいそう。マムも若い頃はそれなりだったからな。老人になるとヤバくなるのはあの世界共通なのかもしれない。マムは何かあったとか以前に食生活じゃない？マムは5歳高の時のルックスから28歳のあれにはならんやろ。ドクタークレハは本当に何者なんだよ。若さの秘訣かい？醜くないババアって実際レアだから。シャッキーのもクレハ系の老け方だな。老けてすらない。ワンピースの世界はどんなクソババアでも超絶美人の時期があるのはすごいよな。老け方の落差やべえけど、マムですら若い頃は細い美人だからな、でかいけど。48歳のマムは美人海賊でいいと思う。あの見た目ですでに4校なんだからかなり人気あっただろうねマム。ビッグマムは何かの間違いで40の頃の姿で仲間になれ。マムはカレーより体型が悪いと思う。痩せてたら割とかっこいいババアじゃない？よく聞くんだ近所のおばあさんやおばさんにも若い頃はあった。骨格から変わってるからきっと悪魔の身の力。熟してしまったか。老けすぎだろ。あまりの変貌ぶりに冗談か内通者説出てたの笑う。あまりに変わり果てすぎて別人格好裏切り者説が出てたの超面白い。ナミやロビンもああなる可能性あるんだよな。つまりナミさんやロビンちゃんも？ナミさん何もなくても普通に下になりそうな気が。ナミさんのやつ、上は上で何をやった未来って感じだな。年月残酷すぎない？ワンピ世界は子供大人からもう一段形態変化の成長するよね。マムは奇形、美人、化け物を経てるので一番詐欺。子供はパンパンなもんだしあの美人形態も相当な巨女だぞ。時の流れは不思議だね、ダメだね。おっさんはまだかっこいい感じになるけど女の人に容赦ないよね。この世界の女に比べると男って鍛えてればジジイでもなかなかイケメンのまま老けれるからずるい。聞いてるかレイリー。ただし鍛えられないと老ジジイみたいになるけどな。今週のしのぶちゃん見て可愛い。これは男殺しと思ってしまったちょろい男ですよ俺は。この子は裏切り者じゃなくても現代の自称しのぶが裏切り者の可能性が。これ老けたとかじゃなくて完全にいろんなものを怠ってますよね。というか変わりすぎて本当に偽物のスパイっていう言われても信じるぞい。原因はストレスだろなぁ。おでん死んだしはの国あんなだし。今も変わらず美しいぞ。お肉がついた以外は。髪の色違うから別人じゃね。君骨格が違くない？現在も痩せたら若い頃の雰囲気少し残ってると思う。みんなロシア人並みに変化するな。アニメの方の画像はお波に目が行って忍を見るまで5分かかった。すべすべの見食ったアルビダがそばかすなくなったように忍も20年の間に熟熟の見食って老けた可能性が。20年前は熟熟の術使ってる描写ないし。身の影響受けてるのは十分あり得る。和の国の劣悪な環境じゃ美貌も保てんだろうし。これだけは言える。歳関係なくすべすべの身で美女になったアラビダ様はやはり勝ち組。多分熟熟の身の影響じゃない？ブリュレは明らかに能力の影響受けてるし。ブリュレはあんな見た目で妹可愛いを書き切っててすごいわ。若さの秘訣かい？頼むから教えてくれババア。あんた年食っても割と美人なんだから恐ろしいよ。
聞いてねえ、けどマジで教えて。マジで教えてくれよ。マジでワンピ世界の核心に絡んでそうだから教えてほしい。老いが弱体化に直結するこの世界では若さの秘訣は聞いとかなきゃいけないイベントだったのかもしれない。老いてなおあの強さということは、前世紀のガープはどんだけ強かったんだ。自前で不老手術でもやったんだろ。オペオペが自分に不老手術したらどうなっちゃうの。へえ、くの市か、初めて見た。消した、今記憶を消した。消した、今記憶を消した。個人的にはおでんの尊厳破壊よりも俺の心に深い傷を合わせた。俺は辛い。耐えられない。死んでくれ忍、若くピチピチなまま。忍は正直ずらしすぎた感出てるよ。キャラは嫌いじゃないけど、なんか出てくるたび画面が濃いんだよね。嘘だ、姉さんは37キロ。忍さんの体重は37キロ。これに関してはマジで小田も逆張りが過ぎると思ってるわ。何かあった未来というか、まさにあったんだよな。国単位でむしろよくあの環境で太れたな。というか20年後の決戦のために鍛えてきた結果があの体型なのかも。彼女も強くなるためにちゃんこを食ったのか。体重は単純に物理の威力上がるしね。マザーカルメルもなかなかヤバい老け方。まあ中身は若い美女の時からだったんだろうけど。むしろ一番自然な老化とも言えるぞ。カルメルも若い頃は美人だったし、カレーでバフエグいよワンピ世界。小田先生は女性キャラにも容赦がないお方。やっぱ老いても美人のおつるさんよ。海軍のおつるさんはいい老け方だよな。シワシワのおばあちゃんなんだが、間違いなく綺麗だったのがわかるあれがいい。中小のおつるさんは、初登場の時からこの人若い頃は超美人だったんだろうなと思えた。なんなら白髪とシワに人間的内面的美しさがあるなと感じた。自分を忍ぶだと思ってるだけで、人違いなのでは？クレハは寒いところに住んでるから細胞の劣化が遅いんでしょ適当。老けるのはいいがどうして化粧が下手になるんだよ。ぶっちゃけ若い頃は無個性だから今のぽっちゃりはキャラクターとしては正解だよ覚えやすい。キャラとしては今の方がデザイン的にも立ってるし、むしろ若い頃のキャラデザをミスった感がある。ビッグマムやブリュレもそうだよな。ということは何やロビン、ハンコックも未来じゃあんな風に、嫌だ。見たくない。メインの美女組はさすがにドクタークレハみたいな若い頃は綺麗だった。今はかっこいい魔女みたいな歳の取り方すると思う。何かない限り、ロビンはあんな風になる想像もつかなかったけど枠にで見せた衝撃の変顔で片鱗みたいなものが見えちまった。オルビアさんの遺伝子を信じろ。ジュクジュクの実はミラミラの実みたいに容姿にまで影響を与える系なのかね。ミラミラってそうなん？すべすべとホビホビは明言されてたけど、それはともかくジュクジュクは現実にあったら強いけど絶対食いたくないわ。でも鬼は晩秋が男殺しの忍って言ってた時のイメージまんまだから驚きはしなかったかな。妖怪だろあいつ。VS 男では忍はワンピース界最強の技を持ってる。渡辺直美がモデルと原作者書いていた。実写版は原作者推薦枠で直美に決定。正直熟女の見た目の方が好き。お願い戻して若い頃の見た目めっちゃ好きやわ。ようデザでもったいねえなこれ。きっと苦労したんでしょう。苦労しすぎたのかもしれません。若い頃の忍へ。